冬のヨーロッパ各国の標準時と地方平均時との差を示している。西ヨーロッパとヨーロッパロシアの大部分は標準時が現地の対応時間よりもはるかに早くなっている。ウクライナ時間は冬季にはアトクプラス2を、夏時間にはアトクプラス3を使用している。ウクライナではキエフ時間とも呼ばれていて東ヨーロッパ時間の一部となっている。夏時間は 3月の最終日曜日の3時から10月の最終日曜日の4時まで実施される。ウクライナの国土は軽度でおよそ17度の幅があり対応時間は東端と西端で1.2時間の差がある。また地理的に国土のほぼ95%は東ヨーロッパ時間帯に位置している。ザカルパッチャ州の一部は中央ヨーロッパ時間帯にルハンシク州、ドネツィク州の大部分。 ハルキュー州の一部は極東ヨーロッパ時間帯に地理的に位置している。ただし、標準時には東ヨーロッパ時間が採用されている。ウクライナでは夏時間は1980年代初頭に導入された。2011年9月20日、ベルホーブならアーダは東ヨーロッパ夏時間を数年の標準時にすることを決定した。2011年10月18日、 議会はこれらの計画を否決した。TZ データベースのゾーンタブには以下の4つのウクライナの標準字が含まれている。ありがとうございます。